わらわの後に繰り返すんじゃ。あーん、ほれ早く。実は最初、渡墨島の神社は三五宮ではなく他の場所にありました。ですが、あの人たちが振り落とされ、渡墨島を守護する魔人が斬られたことで、かつての神社は放棄されたのです。近頃抵抗軍の一部兵士たちに奇妙な老化現象が発生しているんだ。もしそれが本当なら、交渉は罠である可能性が。まったく、次から次へと。稲妻の背後で起きた全ての元凶は宿女だったのか。少しはお利口さんになったのかしら、しつこい旅人ね。全てが燃え尽きるまで。俺に続け、九条様を守れ。私は全てを賭して一族の栄誉を守るつもりだ。死ね、天なる大光。卑劣な九条家め、貴様らはファディと結託し、俺たち渡墨島の全てを奪おうとしてるんだろう。転ばぬ先の杖というように、事前に準備しておけば混乱を招くことはありません。ソーランド憩い、海のちぎりよ。ある願いは痛みを拭い、勝機をもたらし、希望を呼び起こす。一体何があなたを再び私のところまで来させたのでしょう。裁きの雷、ここより弱滅の時。もしや何時、己の願いだけで A の意志に勝てるとでも。永遠は時間を非常に長く伸ばすことができる。だけどその間にある一つ一つの節目はとてつもなく脆弱なものになるのだ。今日みたいな天気の日はなんだか辛いものが食べたくなるよな。リーユエは月酔い祭の準備をしてるんだ。私、今年の料理王決定戦に参加するんだけど、二人には私の相談役になってほしいの。それなら作ってもらいたい料理があるの。この実力派の二人からどんな料理が出てくるのかしら。ではリーウェ料理王決定戦決勝、始め。